ご挨拶がございます。今シーズン柏レイソルを応援したとき、本当にありがとうございました。開幕からなかなか勝てずに本当に苦しいシーズンになってしまいましたが、その間皆さんのサポートがあったからこそ、ここまで上がってこれたと思います。柏から世界へという言葉通り、来年自分たちがアジアの舞台で戦えるよう、残りのシーズンと天皇杯をしっかり勝ち抜きたいと思います。最後になりますが、今シーズン本当にありがとうございました。これより全選手